思議ね、私の人生の始まったそんな感じ、恋に落ちたからなの。どうしたのよ、小瀬、一人でいたから知らないこと多すぎたわ。生田さんがね、すごく綺麗な声してるんでね、本当私さっき練習してる時聞いたの、どれ歌ってんの、どれ歌ってんの、生田さんってびっくりしました。本当に楽しみでございます。多分皆さんも楽しみになってると思います。客席にいた時はすごくステージが遠く感じたんですよ。でもこうして今ここから見るとすごくこう近いように感じるので、なんかそれは初めて知った感覚です。ここオケピだから。あ、そうなんだ。だから近いのか。もう一つ向こうだ。そうか。すいません、間違えたみたいです。ごめんなさい。小説何を言えばいい。何にも愛に触れて夜さえも眩しいよ。もう離さないよ。ワンデイモアを歌った時本当に、心が震えて、私はまだ全然分かんないことだらけですけども、先輩方にたくさん聞いて、たくさん学んで、ついていきたいなと思いました。ちなみに生田さんは、乃木坂の活動もしながらこのお稽古もやるんですか？そうです。基本的にはもうこちらのレミゼを優先しながら行けるときに活動させていただくという。その行けるときに一緒に行ってもいいですか？ぜひみんなでお待ちしています。一度見たいんで。ぜひぜひ。すいません。